大道走りは、格好目格好家、アメリカ字格好赤、道走り族に分類される鳥。英名から、ロードランナーとも呼ばれる。体長は50から60センチメートルほど。腹は白いが、背中は黒か四色の地に白いマだら模様がある。頭には黒く短い冠がある。足と、くちばしは、がっちりしている。砂漠地帯に生息する。地上で生活しており、 その分飛ぶことは上手ではなく、長い距離を移動できないが、よく発達した足で走り時速3 2トル以上のスピードを出せる。トカゲや昆虫などの小動物から好みまで食べる雑食性で、時には小さなガラガラヘビやネズミ、サソリ、幾分大きな砂漠型オサギまでも捕食する。また、夜には体温を下げて休息し、朝になると日光浴をして、 体温を上げることが知られている。何でも食べる食性も体温を変化させるのも厳しい砂漠の環境への適応と言える。格好の仲間に分類されるが他の鳥に拓乱は行わない。ニューメキシコレールランナーエキスプレスの列車インディアンの神話にも登場し、アニメやスポーツシューズのロゴマークにもなるなどアメリカでは馴染み深い鳥である。 アメリカ合衆国ニューメキシコ州の最大都市、アルバカーキと州都サンタフェを結ぶ通勤鉄道、ニューメキシコレールランナーエキスプレスでは、機関車に大道走りの頭が、付随する客車にその羽が大きく描かれている。ありがとうございます。